中国遼寧省の地方裁判所にあたる中級人民法院は昨日、国家機密を探って国外に提供したとしてスパイ罪で問われていたカナダ人実業家、これ初音氏マイケル・スパバさんの判決公案を開き、懲役11年を申し渡したと。これだけ聞くと何のことか分からない人もいるかと思うんですが、要するにまあファーウェイ絡みで、で多分この人は何もやってないんじゃないかとみんな思ってるわけですが、その辺ちょっと原野さんに詳しく解説していただきましょう。はい、お願いします。原野さん、聞こえますか？大丈夫ですか？はい、事実関係ははっきり分かんないんですよね。はい、で、はい、聞こえる、はい、大丈夫です、はい、聞こえてます。事実関係は非常に曖昧なんですよ、はい。それでですね、これはですね、この問題は、まあ、ファーウェイ2年半ぐらい前からこう続いてるわけですけども、はい、多分北京の冬季五輪までこの問題はこじれて、かなり険しい状況が続くんだと思うんですよね、うん。でもう一人カナダ人 その麻薬に関する死刑判決ですね、はい、死刑判決が出てるんですよね、これ、まあ、合わせて技のようにして、うん、モーバン州を解放しようという、うん、まあ、相当強いあれなんですけども、アメリカにカナダはまだ渡していませんけど、モーバン州を、うん、まあ、アメリカとカナダはタッグ組んでると。それで、まあ、貿易について圧力をかけてるもんですから、うん、トルドーはもう我慢できないところまで来てますね、うん。でじゃあカナダと中国とで、もろにぶつかって喧嘩できるかというと、やはり基本的には米中戦争の、まあ、延長線上にある問題ですから、うん、まあ、これ仕掛けを始めたのは中国ですけども、うん、現実問題として東京五輪が終わってですね、うん、北京五輪ボイコットみたいな動きがこれから加速していく中でですね、はい、こういう駆け引きを本格的に始めたというふうに見た方がいいと思いますね。これ分かりにくい人いっぱいいると思うんですけど、はい、そもそもファーウェイのね、中国の会社が、まあ、アメリカの機密をどうこうしてるんじゃないかということで、はい、中国ファーウェイのモーバン州副会長っていう方が捕まったわけですよ、はい、カナダでね、はい。そうするとこれはもうあくまで推測なんだけれども、どうも何もやってない実業家とか麻薬の方もやってるの、いや、まあ、はっきりそれ、ね、閣僚は分からないんではあるけれども、はい、中国が次々にカナダ人を捕まえて、それで重罪に問うているわけですよ、はい。でこれ昔ね、ソビエト連邦って厄介な国家があってね、原野さんこういうことやってましたよね昔。まあ、理由なくそういうことをやってました、うん。でその時にいつも使うのがスパイ罪とかですね、そういう名目でやってきたわけですよ、うん。で全く同じですね、発想はね、うん。そうですよね、うん。まあね、スパイ罪に問うのって割と簡単でね、まあ、昔なんかだとはね、ソビエト連邦行った時は、まあ、今ないんだけどロシア共和国になったんだけど、絶対空港の写真は撮っちゃいけないとか言われてたね。例えば飛行機を見てパチッと押すと下手すとそれでスパイ罪で捕まっちゃうわけですよ。もう都合悪ければなんか何とでもなる感じなんですかね、何とでもなるしね。まあでもまたこれはまあそういうこと言っちゃいけないかもしれないけど、例えば麻薬なんていうのは、はい、麻薬の包みをね、はい、ちょっとトートバッグかなんかに入れられたらもうアウトだからね。あ、これでお前持ってるじゃないかって、もっとこれは私が元から持っていたものではありませんっていうことを証明するのは極めて難しいの で、ね、だからまあそこでまあカナダは怒ってるわけですよ。だけどこれ結局原野さん、どういうふうに手打ちというか収束していくんでしょうか。まあ、基本的にはですね、はい、国家 の、 その安全保障に著しく、大きな影響を与えるような問題でなければですね、どっかで手打ちするわけですね、うんうん。それは普通はスパイの交換とか、ああそういう形で、うん、あるいは目に見えないところで、まあ人の
交換をするとかいうことをやるわけですけど、今回の場合にはちょっとそういうわけにいかないですね。つまり藻場衆がカナダに捕まっている状態、その環境はですね、米中関係はますます悪化している状況であって、なかなか打開策見れないんじゃないかで、まあ、すぐにカナダ人の死刑を執行するわけでもないだろうし、まあ、11年の判決ということと、タイミングというのは今の状況では非常に見通せないと、で相互の言い分が、空中戦をしているだけであってですね、実態が何も動かないというふうに見た方がいいと思いますね。むしろ新たな、スパイ挑発的な行為での摘発、そういうことが起こったりですね、することの方が、これから注意しなきゃいけない。別にカナダ、アメリカだけじゃなくて他のところで起こる可能性も十分にあると思うんですね。まあ日本人だってね、一応日英同盟、日米同盟結んでるんだからね、まあ巻き込まれることもないとは言えませんしね。森山さん、こういうことについてご関心ありますか？まあやはりですね、今日本の話出ましたけど、日本のビジネスマンも相当中国には出入りしてるわけで、まあ、確かにスパイ罪っていうとですね、どんなとこからもスパイに持っていくことはできるんですよね、技術的には、だからあとスパイ罪の場合、その判決だって死刑まで持っていくことも可能じゃないですか、はい、そうなんですね、はい、日本にはスパイ罪ないけど、はい、恐ろしい手法ですね、うん、逆に言うと日本は農作物とか結構ですね、またこの間もブドウがいつの間にか外国で栽培されてるとか、これ本当はスパイ罪だと思うんですけどね、まあ、日本はスパイに対する取り締まりも何もないんで、スパイ天国とは呼ばれてはいるんですけどね、はい、まあ、それまで平和だったということでもあるんですけど、あまりにも防御がないということは言えると思います、はい、はい。